ダカールラリー。ダカールラリーとは、アモリスポリオルガニザシオーンの主催により、毎年1月に南米大陸で行われるラリーレード競技大会である。フランス人冒険家、ティエリー・サビーヌの発案により1979年から開催されており、世界一過酷なモータースポーツ競技とも言われている。もともとは、フランスのパリを出発点。 セネガルのダカールを終着点として主に、アフリカ大陸で競技が行われ、パリダカールラリー、日本、での略称、パリダカと呼ばれていた。大会の公式語はフランス語であり、フランス語では一般に、ラリーダカール、と呼び、さらに短縮して、ルダカール、と呼ぶこともある。日本語では、英語風の語順で、ダカールラリーと呼ぶことが多い。 1979年に始まり毎年行われているラリーレード大会であり、1981年より国際自動車連盟 FIA と国際モーターサイクリズム連盟 FIM の公認イベントとなっている。世界三大レースモナコグランプリインディ500ルマン24時間レースに比べれば開催回数は少ないが、それらに同じレベルの規模知名度を誇っており、 モータースポーツ、ラリー、ラリーレードを代表するイベントの一つとなっている。以前は、例年1月1日、前年の12月末に始まることもあるに、フランスの首都、パリからスタートし、スペインのバルセロナから、アフリカ大陸に渡り、セネガルの首都、ダカールまでのおよそ 1200km を走ることで、知られていたが、2009年からは、 南米アルゼンチンの首都ブエノスアイレスからチリを回る集会コースに2012年からはペルーを加えた3カ国を通るルートとなった。かつてのヨーロッパアフリカ大陸時代は途中ほとんど集落や救護施設のないサハラ砂漠を縦断する過酷な競技なため出場者の5割以上がリタイアする大会も珍しくなく時折死者や負傷者も出た。競技区間には 西サハラなど政治的に不安定な国が入っていることも世界一カ国と呼ばれるゆえんであった。それゆえ全ての感想者が勝者であるという言葉が出場者全員の共通の認識となっており、最終日のレースはビクトリーランと呼ばれている。同様にヨーロッパ・アフリカ大陸時代はフランスなどを欧米を中心とした選手とメーカーが かつて植民地として支配していたアフリカ諸国で行っているだけに植民地主義的だとする批判が根強く存在しテロリストや強盗集団の標的にされる理由の一つであった。またアフリカの一般住民の住む地域を競技車両が猛スピードで駆け抜け住民と競技者の事故発生しており批判されるのもやむを得ないとする見方も多かった。それらの事情から 後に開催地が南米に変更された。カンムリスポンサーは2007年はポルトガルで、ロト、日本で言えば宝くじを販売するユーロミル法が務めた。過去には、テレフン圏ン、ドイツの電気メーカー、トタル、フランスの石油メーカー、テレフォニカ、スペインの通信会社などが務めている。日本企業ではパイオニアが1988年から1991年に、 カンムリスポンサーを務めた。舞台が南米大陸になってからは2009年はトタルや2010年と2011年はパーソナル社がカンムリスポンサーを務めた。1978年12月26日に第1回大会が開催、この時の名称はオアシスラリーとなっていた。ホンダリーの創始者はティエリー・サビーヌである。 下記の言葉は1978年の第一回開催の時に彼が言ったとされ、ダカール・ラディー創設の精神を語る言葉として有名である。ティエリーは運営団体として、ゾ・ティエリー・サビーヌ・オーガニゼーションを設立、主催者としてパリダカを象徴する存在となる。しかし、ティエリーは1986年に競技期間中に起こった。 ヘリコプター墜落事故により死去、彼の意志とツォは、父ジルベールによって引き継がれた。だが、そのジルベールも、ティエリーほどのカリスマ性を持つには至らず、恒例を理由に1994年1月に引退。ゾは、主催者権を売却し、1994年からは、フランスのアモリーグループである、ASO、モリス・ポル・オルガニザシオンが主催している。 1982年の大会では、競技者として参加していたイギリス首相、当時マーガレット・サッチャーの息子のマーク・サッチャーが、競技中に一時行方不明となり、世界を巻き込んだ大騒ぎとなった。この際、サッチャーは、息子が発見されなかったら、このような危険なレースを二度と開催させない、と発言している。そによる、捜索の結果、マークは数日後に無事発見、保護され、 この騒動でラリーが世界的に認知されることとなる。1986年の大会では6人の死者を出した。その中には大会主催者であったティエリー・サビールも含まれている。1987年の大会では、プジョーが WRC におけるグループ B の廃止に伴って、行き場がなくなった205ターボ16を投入し、圧倒的な速さでラリーを席巻した。 それまでのパリダカは耐久ラリーの色合いが非常に濃いものであったが、プジョーは WRC のサービス体制をそのままパリダカに持ち込み、どんなトラブルやアクシデントに見舞われようとも、ゴールまでたどり着けば、翌日のスタートには新品同様に車両を修復するという手法で、パリダカの長丁場を乗り切った。 このプジョーの手法は三菱をはじめとした他のエントラントにも大きな影を与えることとなり、この年以降、この動きに追従した三菱とプジョー、1990年からは、同じ PSA グループのシトロエンによる優勝争いはより激しさを増し、パリダカは高速化の一途をたどることとなった。1988年の大会では、オートブモンシーだったアリバタゲンの車両が、 盗難に遭うという事態が発生し、後に失格の裁定が下された。この時、失格の裁定をめぐって、プジョーと FIA というより、以前から遺婚があったとされる、プジョーチーム監督ジャントッドと FIA 会長、ジャンマリー・バレストル個人の間で深刻な対立がじている、ジャンマリー・バレストルの項目参照。なお、この年から、 日本のパイオニアがタイトルスポンサーを務めることになった。1991年にはシトロエンチームのサポートカミオンがモーリタニア国内でポリサリオ戦線が付接していた地雷を踏み、コドライバーが逃げ遅れて消失する事件が発生した。事前警告で地雷が存在するためメインピストから外れて走らないよう指示が出ていたのにも、かかわらず主催者から指示され、 ルートブックにも記載されていたメインピストを外れで、走行してたのが原因とされている。1992年、パリ高の歴史上初めてゴール地がダカールから南アフリカのケープタウンに移された。名前もパリ、ルカップに改められ、タイトルスポンサーは日本のパイオニアからフランスの油メーカーのトタル、トータルに変更になった。この年は大会のサポートカーが事故を起こし、 救護に駆けつけようとしたメディカルカーに1989年の元クラス覇者ジルラレイが接触し、このようさるアクシデントが発生した。1999年にはテレビ局の取材担当者らがテロ組織に襲われた。この事件だけではなく、特に近年の同レースは、テロ組織以外にも強盗も現れ、ドライバーがその被害、脅迫に遭遇することは少なくなかった。 銃撃を受ける、盗賊に金品を略奪されると、事件例は、毎挙に暇がない。通行する集落の住民による投石による事故や、負傷も多い。シトロエンのサポートカミオンのドライバーが何者かによって、刺されたり、三菱自動車工業のサポートカミオンが狙撃を受ける、事態すら発生した。2008年は、走行区間のアフリカ北西部モーリタニアの治安悪化のため、 開幕前日になって全区間開催中止が発表された。2008年の再開催の予定はなし。2007年末のフランス人旅行者殺害事件を契機にフランス政府が事実上のレース中止勧告をしていた。ほか、主催者にも直接テロの脅迫が届いていたという。レースが全面中止されるのは30年の歴史で初めてであり、主催者側はテロの危険が絶えない。 サハラ砂漠からの撤退を含めた議論を示唆した。2008年2月4日、ASO は中止になったダカールラリーの代わりに中央ヨーロッパを舞台にしたラリー、ダカールシリーズを創設、4月20日から26日に開催すると発表した。ハンガリーの首都ブダペストからスタートし、途中ルーマニアを通過、同国西部のバラトンコマゲのおよそ 4800km を走る。 同年2月11日には2009年のダカールラリーは南アメリカのアルゼンチンとチリを舞台に行われると報じられた。ブエノスアイレスが発着点となる。この地が舞台となった理由としてダカールラリーの特徴である砂漠や難コースを持ちながらテロの脅威がないことが挙げられている。2009年2月、2010年も引き続き南米で開催されることが発表された。 この年、長らくトップコンテンダーとして健在だった三菱自動車が2009年限りでワークスチーム撤退を表明した。撤退が噂されていたフォルクスワーゲンは後に参戦継続を表明したが、パリダカールラリーはワークス主体のレースが継続されるか、初期のプライベーター主体のレースに回帰するか、開催地の問題も含めキロに立たされた。2010年1月、 この年もアルゼンチン・チリを舞台にし、落盤事故で33人が奇跡的に救出され有名となったチリサンホセ鉱山もルートに設定された。この大会で市販車クラスの TLC、チームランドクルーザー、トヨタ車体が同クラス6連覇を達成した。2012年、2013年大会ではペルーが開催国に加わり、南米開催となって、 依頼発の片道ルートとなったコースは、ASO のコースディレクターによる事前の思想に基づいて決定される。経由地やルートは毎年変更され、前年と全く同じコースを走行することはほとんどない。なお、コースディレクションは、ティエリー・サビーヌの存命中は彼自身の手によって行われ、彼のアとは、ルネメッジやユベール・オリオールなど、 ホンダリーの過去の参加経験者の手によってやれている。日々のコースは、リエゾンと呼ばれる移動区間と SS、通常のラリーでは、スペシャルステージの略であるが、ホンダリーにおいては、セレクティブセクターもしくはそのまま、SS と呼称されることがあると呼ばれる競技区間とで構成される。リエゾンと SS を合計した日の走行距離は、およそ5 0 0から8 0 0にも及び、 過去には 1000km を超える競技区間が設けられたこともあった。また、マラソンステージと呼ばれる区間が全コース中1度、ないし2度設けられる。これは競技者が到着後、通常はその日のビバーク地で行うことができる整備を一部禁じ、具体的にはエンジン、駆動系などの部品交換が禁止される、そのまま翌日のステージを走行するものである。 二日にわたるステージをタイヤ交換などの軽整備のみで乗り切らなければならないためステージ内でのエンジンや駆動系の深刻なトラブルは即リタイヤにつながるそのため車両を壊さないようにいたわりながらも早く走らなければならないという二つの相反する要素が求められるステージとなっている競技期間中には1日ないし二日の休息日があり 競技車両の整備やクルーの休息に当てられる。2017年現在、以下の5つの部門に分かれている。3 5 0 0ラム未満のクロスカントリー車のための部門でバイクに並ぶダカールの花形である。クラス分けが細かいのが特徴。改造範囲が極めて広い、事実上のプロトタイプカー。年間1 0 0台以上生産される車両のシャーシかモノコックボディ、または、 単一製造の鋼鉄製、パイプフレームシャーシを使用する必要がある。エンジンは、グループ N、GT、2012年 GT 公認規定、T2 のいずれかの規定で、ホモロゲーション取得されているものが使用可能。また二輪駆動車は、規則が緩い、排気量次第で重量を 200kg から6 5グ k g 区できる、タイヤを 130mm 太くできる、コックピットから、 タイヤの内圧調整ができるなどため、時に四輪駆動車以上のパフォーマンスを発揮する。実際に2016年から2018年は二輪駆動の、プジョー 3008DKR が連覇した。四輪駆動、あるいはそれ以上の駆動輪を持つ量産車のためのクラス。年間仙台生産されている車両が、ホモロゲーション対象。T1 とは逆に改造範囲が、極めて狭く、 安全装備や粉塵対策、アンダーガードなど最低限のボディ補強しか認められない。ガソリンエンジン車について、下級機は禁止されている。長きにわたりトヨタランドクルーザーが猛威を振るっている。最低重量 750kg の軽量な改造車両のためのクラス。ベースのシャーシモノコックについて、最低生産台数を必要としないが、鋼鉄製。 パイプフレームシャーシである必要がある。エンジンは 1050cc 以下の自然吸気、例外ありで、搭載位置は自由だが、全部車軸を含むエンジントランスミッションのアセンブリー全体は、市販車両からのものでなければならない。バッハ1000など、北米オフロードレースを主催する、スコアインターナショナルの規則に合致した車両。これら以外にも、ハイブリッドやハイユなどを動力とした。 エコ車両、チャレンジ NRJ、初参加者、トロフ1エアーパーティシペーションにも別に、商店が用意されている。1980年に創設された、3500kg 以上の車両、イコールトラックのための部門。グループ T4 と呼ばれる規定で、量産車の T4.1、改造車の T4.2、サポートトラックのための T4.3 の3つに分けられている。また、 駆動形式が6644の車両及び排気量10リットル未満の車両はそれぞれ別に焦点が用意される。競技に参加しないサービストラックにも T5、T5.1 という規定が存在しており、二輪駆動のサービストラックの使用は不可となっている。二輪車両の部門、全車両最大排気量 450cc、気筒数は1から2に、 制限されている。グループ1、エリートクラスと、グループ2、ノンエリートクラスに分かれて競う。また車両は、改造範囲の広いクラス1、スーパープロダクションと、狭いクラス2、マラソンに分けられており、エリートクラスは、クラス1車両のみとなっている。またサービススタッフを雇わないライダー、女性ライダー、初参加者のための商店が用意されている。2009年に元 バイク部門から独立した全地形対応車、四輪バギーのための部門。グループ3と呼ばれる規定で、二輪駆動、短気筒、最大 750cc のグループ3.1と、四輪駆動、二気筒、最大 900cc のグループ3.2に分けられている。部門創設から2017年現在までのすべての開催で、ヤマハ発動機が部門制覇を収めている。 2017年にオート、カー部門から独立した SSV、サイドバイ、サイドビークルのための部門。車両はグループ T3.3 及び T3.3 オープンに合致したものが使用される。ごく初期においては二輪車と四輪車にカテゴリー分けされている程度であり、ナンバープレートが取得可能な車両であれば、どのような車両であっても大抵の場合は参加することが可能であった。 そのため、参加車両には、街中を走り動く普通の市販車を改造したものもあり、例えば二輪部門では、スーパーカブやベスパも参加したことがあり、また自動車メーカーのプロトタイプカー、軍用車両の流用などもあった。2008年時点の大まかなクラス分けは、下記の通りで、さらに燃料の種類や排気量で細分化されていた。 1997年にワークスチームのプロトタイプカー競技専用車とガソリンターボエンジンを搭載しての参戦が禁止されたが2001年からスーパープロダクションという形でプロトタイプカーが実質金となったガソリンなエンジンの市販改造車のほかディーゼルエンジンを採用するチームが多く登場した記録は2017年大会終了時点日本からは 個人での参加、企業での参加、それぞれ様々なものがある。企業は二輪、バギーはヤマハとホンダ、四輪は三菱、トヨタ、ヒノ、日産、イスズの各社が検討してきた歴史がある。元部門ではかつてはヤマハ、ホンダ、スズキがワークスチームを編成して参戦していた。ヤマハはフランスの輸入代理店その音としで、ジャンイコール、 クロード・オリビエが計画の中心取り、ホンダはフランス支社、フランスホンダが運営を担当した。第1回1979年と第2回1980年はヤマハ XT500、第4回1982年はホンダ XL550R 改めに乗るライダーが優勝した。その後、 ホンダは打倒 BMW を目指して、ホンダレーシング製 V ツインマシン NXR750 を投入し、1986年から1989年まで4連覇を達成。ヤマハは、テレネ、スーパーテレネシリーズの継続開発が実り、1990年代に7勝を記録。オリビエに見出されたステファンペテランセルが、元部門個人最多の6勝を挙げた。その後、 各メーカーともワークス参戦を見送る時期が続いたが2013年からホンダが CRF450 で2015年からヤマハが WR450 回でワークス参戦を復活させているまた2009年に創設されたクワッド部門ではヤマハラプターが連勝を続けているオート部門の改造車クラスでは三菱パジェロの活躍が目覚ましく 1985年に三菱のワークスチームが1.2位を独占した。その後も2001年から2007年までの7年連続を含めて3戦メーカー中最多となる12回の総合優勝を勝ち取り、パジェロイコールパリダカというブランドイメージを印象付けた。2009年にはディーゼル社のレーシングランサーをデビューさせたが、リーマンショック後の景気悪化に伴い、大会終了後に、 ラリー活動からの撤退を表明した。日産は2003年にワークスの日産ピックアップを投入し、篠塚健次郎、アリバタ年、コリン・マクレーラビッグネームを迎え入れたが、4年以内に優勝するという計画を前倒しして2005年限りでワークス撤退を決めた。2012年には南アフリカトヨタがオート部門の T12 画像レイシングサウス。 アフリカ名義でハイラックスで参戦を開始し、総合優勝に挑んでいる。オート部門の市販車無改造クラスで、最も成功しているのは、トヨタ車体の TLC、チームランドクルーザー率いるランドクルーザーで、市販車無改造クラスで1996年の優勝を皮切りに1998から2003、2005年から2011年に、 かけて6連覇を2度、2014から2017年まで4連覇を達成している。ちなみに2012年と2013年に TLC の優勝を阻止したのは、スペイントヨタの運用するランドクルーザープラであった。この他にもオート部門には、様々な日本の SUV が国内外のプライベーターの車両として選ばれ参加した。例えば三菱、パジェロ、日産、 サファリといった世界的な SUV の他にも、トヨタハイラックスサーフ、三菱、チャレンジャー、日産、テラノ、イスズビッグホーン、イスズミュー、スズキエースクード、スズキジムニーなどが、ダカールラリーを走り、他にも、初期の大会には、構造上砂漠で不利なトヨタスターレットや、トヨタカリーナといった二輪駆動の乗用車で市販車、無改造クラスにエントリーした強車もおり、 1982年には二輪駆動のカリーナ1500で、久保田勝、る、内田正弘組が、市販車無改造クラス優勝を果たしている。また、かつては、プロトタイプ、実際に市販されていない競技専用車両も、参加可能であっため、テラノのシャシーに日産、パルサー GTR 風のボディを被せたものや、パジェロを、国産初の四輪駆動車、 PX33 風に改造した車両もあった。カミオン部門では、日野自動車が、レンジャーで参戦して17年連続完走。1997年には、カミオン部門1から2から3フィニッシュを達成しており、サポートカミオンとしてではあるが、スーパードルフィンプフィア、2013年まで700、シリーズ ZS、プロフィアの海外使用、2014年から、もう参戦している。 また、過去には三菱不走が1997年にはザグレートで1998年には純粋な競技車両ではなくサポートカミオンとしてではあるがスーパーグレートで参戦したことがある。なお、日本の自動車メーカー各社では販売網やその末端の式工場を目的に全国各地の系列ディーラーのメカニックが参加する。 グループ内部の技術コンテストなどの成績優秀者などを選抜して実際にラリーに参戦するチームのメカニックに起用することも多く行われている。ダカールラリー日本事務所の公式サイトには2014年までの日本人参加者名及び結果のリストが掲載されている。第3回1981年プライベーターのチーム ACP が日本人として 初めてパリ高に挑戦し、無謀と思われた市販車無改造に WD クラスのトヨタスターレットでまがいながら感想を果たした。それから数年で出場者が増えてゆき、その後はほぼ毎年10人以上の日本人が出場している。1980年代末1990年代初頭にかけてはパリ高の知名度上昇とバブル系が重なり、50人以上の プライベーターが参加したこともあった。当時は世間で名の知れたタレントや文化人の出場もマスコミの話題となった。ワークスドライバーでは三菱の篠塚健次郎、1997年と増岡博カ2002.2003年が四輪、総合優勝を果たしている。過去には大会期間中の死亡事故も起きている。1986年、二輪部門に、 プライベート出場した金子康はフランスの設定でリエゾン区間を走行中酒酔い運転の対向車と衝突して亡くなった。日本国内におけるテレビ放送はかつてはテレビ朝日や NHK 衛星第一テレビがダイジェストを大会中毎日放送し一部のニュース番組のスポーツコーナー内でも取り上げられた。百八十七年にはフジテレビの番組 なるほど。ザワールドがチーム ACP のトヨタランドクルーザー2台をスポンサードし参戦の模様を3回にわたって放送した。この時出場した2台中の1台が市販車改造ディーゼルクラスでクラス優勝した。現在、総集編がテレビ、東京系列で放送されるほか、J スポーツが大会期間中にダイジェストを終了後に総集編を放送している。 しかし、放送頻度や、認知度は、同じモータースポーツである、会一などと比較して低いのが現状である。テレビ朝日のダイジェスト番組では、毎年タイアップのイメージソングが使用された。1986年5月には、小竹富士配給のドキュメンタリー映画、パリスダカー 15000A コーへの挑戦が、ロードショー公開された。原田正人。 坂本吉から撮影班は、同年の大会中チーム ACP の取材者でだかる、まで帯同した。1987年には、シンガーソングライターの松東谷由美が、応援団長を務める、ユーミン・マディクレール号が四輪部門に出場し、松東谷も、アフリカを訪れた。松東谷のアルバム、アラーム・ LA モード、1986年には、パリダカをモチーフにした、曲。 ホライズンを追いかけてが収録された。日本では国内の企業がラリーに参加しているために認知度が高く、本レースを題材にしたゲームがいくつか制作、販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。